こんにちは、シュンスマイです。毎週木曜にあるイベント情報を更新してます。あなたの街でもイベントがあるかもしれません。今日は7月18日時点の最新情報です。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。まずは京都、ハビスチケ、現在開催中のイベントになります。7月1日月曜日から、7月7日土曜日まで、17時半から22時です。ハビスチケビアガーデン、会場はハビスチケカブリン中です。こちらビアガーデンのホームページできておりまして、こちら開催期間と定休日、またお時間ですね、掲載されております。こちら画面の下の方で、お役できるようになっております。次、祇園東、7月27日土曜日12時半と15時美幕会、会場はウィングス京都イベントホールです。こちら祇園踊りと書かれてるページなんですが、こちらの下の方に美幕会掲載されております。こちら画面の下の方からそれぞれの時間帯でチケットを購入できるようになっております。次、宮川町、複数イベント開催予定になっております。ロジフサギゲームアイボさんイベント、会場は各イベント会場です。こちらロジフサギというカフェが主催のイベントになっております。こちらですね、画面の下の方にそれぞれイベントのスケジュール掲載されております。こちら下の方で8月のイベントも掲載されております。で、イオン神戸、8月21日水曜日15時から毎月第3水曜日に開催されるイベントになっております。ワイフハントはろうそくのともに今日の伝統文化に触れる。会場はホテルインターゲート京都市場新町1階特設会場です。こちらホテルインターゲート京都のイベントページの方にご案内掲載されております。次のイベント開催日は8月21日水曜日、その後9月18日水曜日までスケジュール掲載されております。次、8月24日土曜日、全2回、13時夕飯と18時夕飯です。第14回東西踊り、会場が帝国ホテル東京3階2階不夜の丸市。こちら帝国ホテル東京のイベントページにご案内掲載されております。昼の部と夜の部がありまして、現在夜の部を完売しておりますので、昼の部のみ予約受付中となっております。出演されるのは京都から祇園神戸の方々、東京は新橋の方々、あと今回特別ゲストとして金沢の方々ご出演予定になっております。次、9月22日日曜日、全2回13時と16時です。第21回金沢踊り、会場は石川県立音楽堂フォーワークホールです。こちら金沢踊りのページがありまして、こちらの開催要項演目、こちらにありますチラシの PDF ファイルを送り、こちらにありますチラシ画像のところに、私は9月22日にイアンコーブの芸妓と舞妓は出演しますと掲載されております。あとこちらの PDF ファイルの2ページ目、ご出演される方のお名前、あと演目の詳細掲載されております。次、定期公演です。毎日第4回13時半と14時20分と15時と16時です。課外芸術資料館京前披露、会場は祇園課外芸術資料館です。こちら祇園課外芸術資料館のイベントページにご案内掲載されております。スケジュールこちら4回掲載されております。お役ですね、こちらボタンからできるようになっております。あとこちら画面の下の方にあります別のイベント、芸妓さん舞妓さんと記念撮影のご案内出ております。スケジュールはこちら1日2回となっております。こちらはですね、オンラインから予約できないようになっておりますのでご注意ください。次、定期公演、毎日全2回18時と19時です。4コーナー、会場は祇園神戸タブレン城小劇場です。こちら今日のモバガイのページに掲載されております。祇園コーナーでは7つの演目が上演される形になっておりまして、そのうちのこちら京前に舞妓さんがご出演される形になっております。こちら画面の下の方にありますボタンからチケットを予約できるようになっております。次、関西有馬稽古、7月21日日曜日、22日月曜日、18時半から22時、2024年有馬温泉の夏祭り、会場は有馬川親水広場です。こちら有馬稽古の最新情報のページにご案内掲載されております。こちらですね、夏祭りのご案内掲載されております。矢倉古典で有馬稽古と一緒に盆踊りを踊りましょうとご案内出ております。次、7月26日金曜日から8月18日日曜日まで、18時半から22時まで有馬涼風ビアガーデン、
会場は有馬道浸水広場です。こちら有馬温泉のお知らせページに掲載されております。こちらですね、ギアガーデンのご案内掲載されております。こちらの有馬芸妓の踊りがありますへと掲載されております。あと画面の下の方ですね、ギアガーデンの支援者の方々それぞれの日程でですね、ご支援される方のお名前とお写真掲載されております。ご予約ですね、こちらをご覧からできるのとります。次、8月8日木曜日から9日金曜日まで一泊二日のイベントとなっております。有馬温泉稽古村民家カフェ撮影セミナー、会場は有馬温泉周辺地域になります。こちらですね、撮影セミナーのご案内ページに掲載されております。当日は13時に有馬温泉駅集合になっております。その後自由日からセミナー開始、2日目もセミナー開始した後に自由日半日すべて終わる形になっております。次、定期公演です。毎週土日平日から自由日です。稽古カフェ8、会場は有馬鍵盤1階カフェです。こちら稽古カフェ8のご案内掲載されております。土日限定12時から自由日はお手軽な料金で稽古の踊りをご覧いただけますし、予約は必要ありませんとご案内出ております。次、大阪南地7月27日土曜日18時から、お座敷遊び Meets 酒あとクロスホテル大阪、会場はクロスホテル大阪3階のレストランになります。こちらですね、クロスホテル大阪のイベントページにご案内掲載されております。イベントの内容詳細ですね、こちらにご案内出ております。イベントの予約ですね、こちらのボタンからできるようになっております。次、8月3日土曜日19時から琴の音2周年イベント、会場は琴の音です。こちら琴の音のインスタグラムの方にご案内掲載されております。イベントの詳細ですね、こちらに掲載されております。あとご出演されることですね、お名前とお写真こちらに掲載されております。次、東京浅草7月20日土曜日、8月18日日曜日、9月14日土曜日、集合時間は17時15分、船が出るのは17時半です。電車と納涼屋片船水シェリー、会場は船屋の小物立です。こちらライブハウス血の神のイベント公演案内に掲載されております。こちらですね、詳細ご案内しております。ご注射いる芸者さんが浅草の下さんをどうぞ、あと角上本家さんご案内でとります。チケットの予約それぞれの日程でこちらからできるようになっております。次、8月24日土曜日右の冬から浅草ハワイビューゾスキー、内容は浅草ビューホテルアネックスロックです。こちら浅草鍵盤のページですね、こちらのビューゾスキーでご案内掲載されております。こちらの第2弾、会場は浅草ビューホテルアネックスロックでご案内掲載されております。次、7月27日ルービー18時から隅田川花火大会ドゥーハトップテラスパーティー、会場はザ・カンバシ東京浅草です。こちらザ・カンバシ東京浅草のページにご案内掲載されております。イベントの詳細ですね、こちらにご案内掲載されております。次、8月1日木曜日18時から発色、会場が吉原ザ・ミカサです。こちら浅草の使者さんのページにご案内掲載されております。こちらですね、発色ご案内でております。画面の下の方ですね、こちらにご出演される方のお名前掲載されております。次、定期公演です。毎週金曜日21時から浅草芸者の踊り、会場は浅草ビーホテルアネックスロックです。こちらですね、浅草ビーホテルアネックスロックのイベントページにご案内掲載されております。イベントの詳細ですね、こちらにご案内掲載されております。画面の下の方、こちらのボタンからウェブできるようになっております。次、赤坂7月19日金曜日18時からひくまるの宵、会場はバー野良犬です。こちらですね、バーシェラ野良犬のページにご案内掲載されております。こちらですね、ご案内掲載されております。次、八王子7月20日ルービー10時から八王子芸者公開稽古、会場がソートテラスです。こちらソートテラスのイベントページにご案内出ております。こちらですね、公開稽古7月20日ルービー11時から掲載されております。次、8月2日金曜日18時半から宵宮の舞、会場は西放射線U ロード中町公園です。こちら八王子祭りのイベントページですね、ご案内掲載されております。こちらにあります、8月2日金曜日宵宮の前に八王子芸妓の皆さんご出演されますへとご案内出ております。次、8月20日火曜日12時と18時半です。停車テラスランチ&ディナー、会
会場がソントテラスです。こちらですね、ランチ&ディナーの申し込みページにご案内掲載されております。こちらですね、それぞれの内容を詳細ご案内でとります。開催日程こちら、次が8月20日および、その後来年の3月までですね、スケジュール掲載されております。イベント内容の詳細こちらに掲載されております。お申し込み画面のこちらからできるようになっております。次、新橋、8月24日土曜日、1.2 回、13時15分と、18時15分です。第14回東西踊り、会場が帝国ホテル東京、本館2階、クジャクのマーです。こちら帝国ホテル東京のイベントページにご案内掲載されております。夜の部が完売になっておりますので、現在予約受付中なのが昼のみのみとなっております。今回ご出演されるのは、京都から祇園甲部の方々。東京から新町の方々、あと金沢の方々は特別ゲストとしてご出演される形になっております。次、関東、箱根、7月21日日曜日、19時から、レーシャズバー。会場は湯本富士屋ホテルグランドホール、箱根です。じゃあ、湯本富士屋ホテルのページにご案内掲載されております。イベントの詳細ですね、こちらに掲載されております。次、7月20日土曜日、8月3日土曜日、17日土曜日、9月7日土曜日、21日土曜日、全2回、20時と21時です。ライトフラット電車。会場が箱根湯本券売会館ホールです。こちら箱根湯本ゲラ組合のお知らせページにご案内掲載されております。こちらですね、イベントの詳細ご案内でとります。次、水戸茨城。7月25日木曜日、18時半から。伝統ゲラ文化会。会場は山口楼本店です。こちらインスタグラムにイベントのご案内掲載されております。舞妓ちゃんの舞とお座敷遊びがありますとご案内でとります。次、北海道東北です。札幌、8月1日木曜日は20時15分から、8月2日金曜日は18時からです。鈴木の祭り、会場は札幌駅前通りです。こちらですね、札幌名義連の方々の Facebook の方にご案内しております。こちらですね、鈴木の祭り、1日は海南道中で出演しますとご案内しておりまして、次の日8月2日は札幌名義連ステージというのが18時頃から開催されますとご案内しております。次、8月3日土曜日、全2回、12時と17時です。七夕会、会場は札幌川陣です。こちら札幌川陣本店のホームページの方にご案内しております。こちらですね、七夕会の詳細ご案内しております。あと画面の下の方にあります、こちらのチラシをクリック。ご支援される方のお名前とお写真、掲載されております。次に東山芸妓、7月20日の木曜日、27日土曜日、全2回、19時と19時半です。東山芸妓キャラバン、刺身武酒三国店舗がイベント開演になります。こちら、会津若松観光ナビというページにご案内掲載されております。東山芸妓の方々は、市内の飲食店を訪れ、皆様へご挨拶しますと、イベントをご案内出ております。次、7月20日に開催されるお店、詳細ご案内出ております。次の週の7月27日のお店もこちらにご案内出ております。次、古町芸妓、8月10日土曜日、11日日曜日、出演時間は未定になっております。新潟祭り、会場は古町ルフ広場です。こちら、新潟祭り2024の、行事スケジュールのページにご案内出ております。こちらの8月10日土曜日、こちらお祭り広場にご出演されますよとご案内出ております。あと次の日8月11日日曜日、こちらもお祭り広場に古町芸妓の方々ご出演予定ですとお名前出ております。次、8月23日金曜日、30日金曜日、31日土曜日、その後9月7日土曜日、14日土曜日、20日金曜日、21日土曜日、それより12時からです。新潟カワイチャヤ、会場は割烹大山。八方ホタルになります。こちらですね、新潟市の公式観光情報サイトの方にご案内掲載されております。開催日と空き状況をですね、こちらにご案内掲載されております。あと8月のイベントの内容スケジュール掲載されております。あとさらに下の方ですね、こちら9月に開催される会場とイベント内容とスケジュール掲載されております。ご予約ですね、画面の下の方にあります、このボタンからできるようになっております。次、9月29日に日曜日、全2回、12時と15時半です。第36回、古町新潟踊り、会場がリュートピアです。こちら、新潟市民芸術文化会館、リュートピアの方にご案内掲載されております。イベントの詳細ですね、こちらにご案内出ております。チケットの発売日が一番早い日程で、7月26日金曜日になっております。次、10月20日日曜日、
10時半から、プラマッチ芸技体験&酒セミナー。会場は、料亭鍋茶屋です。こちら、チケット販売の E プラスの方にイベント情報をご案内でとります。こちら、料亭の伝統料理を味わいながら、プラマッチ芸技のお座敷遊び体験できますと、ご案内でております。チケットですね、現在すでに発売開始されておりますので、こちらからお申し込みできるようになっております。次、秋田舞子、定期公演です。毎週土曜日、全2回。12時と15時です。松下秋田舞妓劇場。会場は秋田文化産業施設松下です。こちら気軽に秋田舞妓というページにご案内でております。こちらお昼の部、毎週土曜日開催のランチ費無料鑑賞会ですとご案内でとります。こちら画面の下の方にありますボタンからご予約できるようになっております。あともう一つ昼下がりの部、こちらお茶会付きの無料公演ですとご案内でとります。こちらも画面の下の方にありますし、ボタンからご予約できるようになっております。次、サバタマイコ、定期公演です。全2回。ランチ式の無料鑑賞イベントは12時から。演舞の未鑑賞するイベントは10時からです。マイコ午前、マイコ演舞鑑賞。会場がソーマロです。こちら、ソーマロへのページにご案内掲載されております。こちら、ランチ付きの演舞鑑賞イベント、マイコ午前。詳細こちらにご案内でおります。ご予約こちらのボタンからできるようになっております。あともう一つの方の演舞の未鑑賞するイベント、こちらに詳細ご案内でおります。ご予約こちらのボタンからできるようになっております。次、チューブ、花沢芸妓、7月3日の土曜日から、8月10日土曜日まで、13時から、花沢芸妓夏のお稽古風景特別体験会。会場は各茶屋町の鍵盤事務所になります。こちら、金沢市の観光公式サイトの方にご案内掲載されております。画面の下の方にですね、それぞれどの茶屋町で開催されるかご案内でております。いずれも土曜日開催となっております。ご予約ですね、こちらのボタンからできるようになっております。次、7月26日金曜日は16時から、8月2日金曜日と16日金曜日は17時からです。金沢芸妓の舞。会場は石川県立美術館ホールです。こちら石川県のお知らせページにご案内掲載されております。こちらですね、開催日程とご出演される方々の、どの地域の方がご案内、掲載されております。申し込みですね、画面の下の方に、こちらのリンクからできるようになっております。次、7月29日月曜日から、31日水曜日まで、18時半、西茶屋ビアホール。会場は西茶屋町鍵盤事務所です。こちら、西茶屋町の Facebook の方にご案内出ております。こちらですね、西茶屋ビアホール開催されますとご案内出ております。次、8月24日土曜日、第2回、13時15分と18時15分です。第14回東西踊り、俳優は帝国ホテル東京、本館2階、侮辱の間です。こちら、帝国ホテル東京のイベントページにご案内掲載されております。こちら、夜の部は完売しておりまして、現在、昼の部のみご予約できるようになっております。ご出演されるのは、京都から日本工部の方々、東京から新橋の方々、神奈川の方々は、府外特別ゲストとしてご出演される形になっております。次、9月20日金曜日から、9月23日月曜祝日まで、全2回、13時と16時です。第21回金沢踊り、会場は石川県立音楽堂総楽ホールです。こちら金沢踊りのページがありまして、こちらの開催要項演目、こちらにですね、祝日掲載されております。あと、金沢踊り開催中にお茶席も開催されますとご案内でおります。あと、画面のこちらの PDF ファイル、こちらの PDF ファイルの2枚目ですね。ご出演される方のお名前と演目の詳細ご案内でおります。次、定期公演です。現在開催中のイベントになります。来年の3月まで、毎週土曜日13時から、金沢芸妓の本物の芸に触れる旅、俳優が各茶屋町のお茶屋さんになります。こちらですね、金沢市の観光公式サイトの方にご案内掲載されております。こちらにですね、開催スケジュール掲載されておりまして、次開催されますのは9月7日からになります。その後来年の3月までですね、こちらにスケジュール掲載されております。予約ですね、こちらもご案内できるようになっております。次、名古屋、7月20日土曜日、8月3日土曜日、18時から、桜川直太郎お座敷企画、体験はカントラです。
ちらインスタグラムの方にご案内出ておりまして、こちらですね、コントラさんで開催されるイベントのにてご案内出ております。次7月28日日曜日12時から、こちら同じイベント名になっております。じゃあこれが直太郎座敷企画、場所が河原町木曽木です。こちらも先ほどのインスタグラムにご案内出ておりまして、次開催されるのは最終日の7月28日日曜日12時からですとご案内出ております。次放送儀礼、8月3日土曜日16時半からエフ城の戦場お座敷遊び、場所は向かい看板線待ち合所です。こちらですね、バイナムラツアーズというページにご案内出ております。イベントの詳細で指名こちらにご案内出ております。あと当日のイベントの内容とスケジュールこちらにご案内出ております。予約ですね、こちらもクリアできるようになっております。次ゲロ温泉定期公演です。7月の土日開催する形になっております。ヤギさんの舞、はい、ではゲロ温泉合唱村白鷺座です。こちらゲロ温泉合唱村のイベント情報のページにご案内出ております。次が7月20日土曜日日曜日ですね。で、あと最終週の7月27日、7月28日までスケジュール掲載されております。次、熱海芸妓、8月9日金曜日と10日土曜日、年2回、広富士道18時です。熱海芸妓鍵盤納涼祭。会場は熱海芸妓鍵盤ハブレンジョーです。こちらですね、お知らせページにご案内でとります。熱海芸妓鍵盤納涼祭のお知らせ。こちらに日程とスケジュールですね、掲載されております。次、定期公演です。毎週土日19時から、花の舞。会場は熱海芸妓鍵盤かぶれん場です。こちらですね、花の舞、ご案内掲載されております。毎週土日1日1回公演でご案内出ております。次、四国、松山。8月13日火曜日、夜9時から、光のおもてなし in 松山城2024。会場は松山城本丸広場です。こちらですね、松山鍵盤のイベントご案内ページに掲載されております。詳細ですね、こちらにご案内掲載されております。あと画面の下の方にですね、ご出演される方のお名前掲載されております。次、8月31日土曜日、10時から、徳井和人賞。会場は観音寺グランドホテルです。こちら、賞出演のお知らせご案内でとります。こちらですね、イベントの詳細ご案内でとります。あと画面の下の方にご出演される方のお名前掲載されております。次、九州、博多。7月30日火曜日、12時から、博多鍵盤ランチショー。会場は、イーピンシャン、雑誌の熊店です。こちら、イベントご案内ページに掲載されておりまして、イベント内容とお料理の詳細ですね、ご案内でとります。あと、下の方にですね、手本目と演目ご案内でとります。予約はですね、画面の上の方にあります、こちらのボタンからできるようになっております。次、8月24日土曜日、13時から、博多芸妓公演、8月公演。会場は博多伝統芸能館です。次は博多伝統芸能館の公演情報のページにご案内しております。こちらですね、11月の公演までスケジュールすでに出ております。こちら次の公演が8月の24日でご案内しております。予約ですね、こちらからできるようになっております。次、9月3日火曜日、18時から、博多芸妓を呼べ。会場は宮前芸妓館、東明殿です。こちらもですね、博多伝統芸能館の公演情報のページにご案内しております。こちら、博多芸妓の夕べディナーショーですよとご案内しております。イベントの内容とあとプログラムですね、こちらにご案内出ております。ご予約ですね、こちらのリンクからできるようになっております。次、嬉野温泉。7月20日土曜日、13時半から、四季の舞。俳優は、イコイザーです。こちら、嬉野伝統芸能保存会のページにご案内出ております。こちら、画面の下の方にあります、定期イベント内容のご紹介の箇所にご案内出ております。こちら、四季の舞。次回が、7月20日土曜日ですとご案内しております。次、10月20日日曜日、12時半から、嬉野伝統芸能保存会5周年公演。会場は、鹿島市民文化ホールです。こちらもですね、画面の下の方にご案内しております。こちらもイベント情報に掲載されておりまして、出演される方のお名前、詳細ご案内しております。次、定期公演です。毎週水曜日、12時から、憩い座の日。会場は、憩い座です。こちら画面の下の方にご案内しておりまして、こちらの定期イベント内容のご紹介の箇所にご案内しております。こちら、憩い座の日。毎週水曜日、無料でお稽古見学できましたとご案内しております。今週のイベント情報は以上です。夏休みの季節になってきまして、観光地のですね、イベント情報増えてきたなぁと思ってる今日このゲローです。近くでですね、イベントあるようでしたらぜひ行ってみてはいかがでしょうか。こちらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。